株式会社のメリットは経済を発達させた。株式会社のデメリットは経済を不安定にさせたわけ。じゃあもう株式会社制度やめたらいいんじゃないかな。不安定なんでしょ。じゃあもう株式会社制度やめたらいいんじゃないかな。大恐慌とか発生したんです。うまく借金した方が勝ちなんですよ。株式会社制度っていうのがなかったらハッピーなんじゃないの。それやろうとした方がいい。大恐慌。で、株式会社のメリットは、たくさんの人からお金を集めて資本にしますよと。で、みんなが持ってる金、お金っていうのはそれだけではパン屋になり得ないんだけど、集めることによってパン屋になり得るわけじゃん。で、資本の調達が可能となって経済が成長すると。ただしデメリットとして何があった？株式会社のデメリットは、デメリットは経済が不安定化するじゃん。コロスケとかコロスケダッシュダッシュとか出てくるから、実力以上の値段がついて経済が不安定になりますよ。株式会社のメリットは経済を発達させた。株式会社のデメリットは経済を不安定にさせたわけ。じゃあもう株式会社制度やめたらいいんじゃないかな。不安定なんでしょ。大恐慌とか発生したんでしょ。株式会社制度がなかったら大恐慌ないわけじゃん。そこどうなの。じゃあ資本がないと、まあ経済が不安定になるならば、大恐慌とか起きるならば、もう自己資金だけでやればいいじゃん。そこはどうなの。じゃあ日本の例えばメーカーでいいや、銀行からお金を借りるとか、株を発行して資金を調達してダーンとお金があればいい工業製品が作れると分かってたとしても、いや怖いなと。また経済の不安定化があるからといって株式会社の発行禁止とかね、銀行業禁止ってなったとするじゃん。そしたら持ってるお金だけで収入を貯めて貯めて貯めて、やっと貯めて新しい商品を開発しましょうとなるでしょ。確かにこれ経済安定するかもしれないよ。けども別の国で、こっちは株式会社制度あります OK です、こっちは、銀行あります OK です、じゃあ資金調達してやったらたくさんのお金がとりあえず借りたぞと、でいい工業製品作って、やったすげえいい製品作ったって言って、こっちの国にバンバン輸出してこっちの産業潰れてしまう。だから各国がこれをやりまくる理由としては、ここで競争してるってなるんですよ。じゃあ問題です。受験生監視で、うち銀行とかダメと、で片方は株式 OK 銀行 OK、 ブワーってでかくなって潰された側、潰した側、これ何か分かんない。フランス、イギリス、まあ、これがヨーロッパで、アメリカ含む欧米で、ただ左側で典型的なのが分かる。銀行がない世界は、例えばイスラムとか。イスラムは植民地化されてしまうじゃん。中世の時代はあんなにイスラム強かったのに、なんで近現代になったら欧米が強いんかというと、近現代ってこの株式会社制度とか金融制度が整備されるわけです。で、莫大な資金が調達できていい工業製品を作れますよ、で輸出されるわけよね。で、今民間の話をしたけども、国家もそうで、国もさ、国債を発行しましょう、で国債をバーって発行したらさ、たくさんお金が入ってきて、よしこれで軍隊編成できるわってなるじゃん。で、軍隊編成してさ、こっちの国に対してさ、ほら、物買えや、市場開けや、って言って、強制的に市場を開かせるわけ。で、ガン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 、工業製品が売られて、税収が入ってきて、って言って、会社も政府も売ろうようになるわけ。だから何が言いたいかというと、うまく借金した方が勝ちなんですよ。うまく借金した方が勝ちなので、各国は競って、結局借金しまくるわけ。株式発行しまくるわけ。結果、世界経済不安定になるんですよ。こうやって競い合ってるわけじゃん。相手側よりも資金を早めに調達して良い工業製品を出して、相手側のメーカーを潰したい、自分のメーカーを強くしたい。国家の場合もそうじゃん。借金して軍隊強くして、相手側に対して市場を開放させて、ガンガン工業製品輸出してということで借金するわけでしょ。だからこれ、銀行とか株式会社制度っていうのがなかったら、みんな使わなかったらハッピーなんじゃないのっていうのはどうなの。それやろうとした人がいるの？誰かわかる？もう株式会社制度なくせよ。今までの銀行も基本的になくせよ。で、この株式会社と銀行じゃ資本主義なんですよ。この資本主義を打倒しますよっていうのは、株式会社制度と銀行制度を基本的に潰すって話なわけよ。
で、それが世界の3分の1まで一時期覆ったわけね。それは共産権の拡大なんです。さっき言ったさ、相手側の国よりも良い工業製品を作りましょう。相手側の国に対して強い軍事力を持って市場を開放させましょうってさ、これってさ、帝国主義じゃん。で、儲かったら、儲かったお金はさらに銀行が集めて大きなお金にして、植民地で鉄道とか引っ張ってさ、ほらお前ら鉄道乗れと、電車賃払えって話したわけでしょ。で、帝国主義とか資本主義ってもともと何かで銀行とか株式会社のせいなんですよ。だこういったものを否定するっていうのが社会主義革命だったわけ。じゃあソ連には銀行はなかったんですか？いや、資本主義国家みたいな銀行はない。うん。